皆さんこんにちは。 NHK 連続ドラマおちょやんで主人公の竹井千代役を演じた杉咲花さんです。笑顔がとっても可愛いですね。誰でもあの可愛い笑顔には癒されますね。そんな杉咲花さんは16日自身のインスタグラムを更新しています。14日に NHK 連続ドラマおちょやんが最終回を迎えたことを機にインスタグラムのアカウントを閉鎖することを報告しています。驚きの声が上がり、杉咲花さんもコメントも出されています。急に閉鎖するには何かあるのなと思いますね。杉咲花さんはほんわかしたムードを持っている方ですが、家族関係は結構複雑のようですね。今回は杉咲花さんの家族関係やインスタグラム閉鎖の理由についてご本人のコメントも入れてお伝えしていきます。杉咲花さんは子役時代から芸能活動をされていました。ですから実力派の女優さんと言ってもいいですね。2020年11月からの NHK 連続テレビドラマおちょやんでヒロイン役に抜擢され、多くの注目を集めている今話題の女優さんです。そんな杉咲花さんはさらに可愛くなったと今話題になっています。その理由はなんと彼氏ができたからという噂も。杉咲花さんはいつの間にか急に垢抜けてさらに可愛くなったと話題になっています。もともと可愛らしい雰囲気を持った女優さんでしたが、いつの頃から垢抜け始めたのでしょうか。杉咲花さんは9歳の時に子役としてデビューしています。2007年4月放送されたフジテレビ系〇〇ちびまる子ちゃんで城ヶ崎姫子役を演じたそうです。中学時代14歳だった杉咲花さんは検温のオーディションに応募し見事合格されています。2011年4月より検温入りし、芸名を杉咲花にし契約されたそうです。もともと所属していた事務所を一旦辞めて検温を目指したのは志田未来さんに憧れていたからだそうです。そして2011年から味の素クックデューの CM に出演し知名度を上げています。ホイコーローを口いっぱいに頬張って美味しそうに食べる姿がとても印象的ですよね。2014年日経トレンディが選出する今年のヒット人では2015年の顔に杉咲花さんが決定したのです。当時最も注目の若手女優として話題になっていました。実際に杉咲花さんの高校生時代を振り返ると、数多くのドラマに連続出演されていたことがわかります。2015年に放送された学校の怪談では高校生役を、2016年に放送されたトト姉ちゃんではヒロインの妹役を演じていました。幼い頃から可愛らしい印象の杉咲花さんのですが、18歳を迎えると徐々に垢抜け始めたようです。先ほどの学校の怪談はちょうど18歳頃、トト姉ちゃんは19歳の頃です。さらに20歳頃には2017年7月8日公開の映画メアリと魔女の花で主人公のメアリ役を担当されていました。その後大河ドラマ伊達天東京オリンピック話や2020年連続テレビ小説おちょやんなど多くの人の注目を集める作品に引っ張りだこです。2018年4月から放送されたドラマ花のち晴れ花壇ネクストシーズンでは主演の江戸川音を演じ、これは連続ドラマの初主演となりました。この際杉咲花さんは役作りのために髪の毛をバッサリ切って大胆なイメチェンをされていました。外はねボブが可愛いと話題になり、髪の毛を切って垢抜けたとの声も。杉咲花さんが可愛くなった理由として整形したのではないかという声もちらほら上がっています。世間では確かに整形疑惑があるようですね。ですが杉咲花さんの画像の変化をチェックしてきたところ、特に顔立ちの変化は見られませんでした。目も昔からパッチリ二重で大きさも変わっていません。鼻も鼻筋が通っていて、笑った時に鼻の形が横に広がる様子も変わっていません。昔から顔が小さいですし、
ヘアスタイルによって見え方が変化しているだけのように思われます。可愛くなったとはいえ、整形している可能性はほぼゼロのようですね。では杉咲花さんはなぜこんなに可愛くなったのでしょうか。2021年10月から12月まで放送されたドラマ恋です。ヤンキー君と白杖ガールにて赤座ゆき子役を演じる杉咲花さんのビジュアルを見ると、ヘアスタイルが茶系ボブに変化していました。世間でもこの新しいヘアスタイルが絶賛されているようです。今まではセミロングからロングくらいの長さの黒髪のイメージでしたので、印象がガラリと変わりましたね。このイメチェンできっと新しいファンも増えたことでしょう。杉咲花さんは10代の頃はかなり薄めのメイクをされていたようです。もともと顔立ちが整っていて、ナチュラルメイクでも十分に可愛いですが、20歳頃からしっかりメイクをされるようになりました。最近ではおしゃれなカラーメイクもされるようになり、ファンの間でも話題になっているようです。これらの要素が加わって可愛くなったと言われるようになったのでしょう。そこで杉咲花さんの家族についてまずご紹介します。杉咲花さんの父親は小暮武彦さんで、シャケレベッカのボーカルで、母親の千恵梶浦さんとは1996年に結婚し、2000年に離婚されています。父親の小暮武彦さんは2004年に一般女性と再婚されています。杉咲花さんの父親の小暮武彦さんは現在小暮シャケ武彦として、ギタリスト作曲家で音楽活動をされています。1986年にレッドウォリアーで再デビューし、現在はソロでも活動されています。伝説のバンドレッドウォリーで、シャケ小暮武彦さんはめちゃくちゃかっこいいそうです。杉咲花さんの父親は3度結婚されていて、杉咲花さんは2度目の結婚相手千恵梶浦さんとの子供になります。小暮武彦さんは1960年3月18日生まれなので、現在は60代ですね。杉咲花さんの母親の画像がありますが、綺麗なお母さんですね。杉咲花さんの母親の千恵梶浦さんは歌手で、テレビアニメマクロスセブンの劇中に登場するロックバンドファイアーボンバーのボーカルを担当していました。杉咲花さんの母親は現在専属学園大学でボーカルの講師もされているようです。千恵梶浦さんの専属学園での指導方針は、それぞれが生きてきた環境で形成された人間性イコール個性です。ジャンルのとらわれず豊かな表現者へと導けるようにレッスンをしていきたいと思います。このように豊かな表現者へ導かれるようにレッスンしたいとあります。杉咲花さんに対する教育方針も同じなのではないでしょうか。杉咲花さんは母親から結構ダメ出しされるのかとの質問に対し、最初の方はちょっとされていたんですけど、最近はあんまりされなくてと語っています。しかしラジオが壊れてきたって言われてとラジオについてダメ出しを受けたと語っています。杉咲花さんは父親の小暮武彦さんと触れ合う機会は少なかったようですが、母親とのエピソードは様々あるようですね。2000年には離婚されているので、杉咲花さんは3歳頃だったのですね。千恵梶浦さんは1997年に杉咲花さんを出産されているので、23歳頃出産されたようですね。千恵梶浦さんは2000年離婚されて以来、その後は再婚がされなくて、一人で杉咲花さんを育てられました。千恵梶浦さんは杉咲花さんの22歳の誕生日にこのようなコメントをされています。もうすっかり大人です。あなたが幸せならこんな私の人生も意味があったというものです。自転車もスケボーもあっという間に乗れるようになり、何でもかんでも飲み込みの早い子でした。今年もおめでとう。千恵梶浦さんは歌手だけでなくキャンドルアーティストとしても活躍中で、本当に素敵なキャンドルを制作されています。
このような美的感覚は杉咲花さんにも受け継がれているような気がします。知恵梶浦さんのキャンドルはすぐに売り切れてしまうそうです。杉咲花さんも女優として独り立ちし活躍されているので母親としても安心ですね。母親と二人で頑張ってきた杉咲花さんですね。そんな杉咲花さんが突然ともいえるインスタグラムの閉鎖を発表しました。インスタグラムの閉鎖にあたり杉咲花さんに何があったのでしょうか。杉咲花さんは突然驚かせてしまうかもしれませんが、年々お芝居を通じて何かを伝えるということにより一層集中していきたい気持ちが強くなっていました。そこで節目としておちょやんの放送が終わったらと決めていたんですと綴りながら、杉咲花さんは棚からひょっこり顔を出すモノクロショットを公開しています。今まで皆様からの温かいコメントに何度も励まされました。本当にありがとうございましたと感謝の気持ちを述べて締めくくっています。突然の閉鎖報告を受け、コメント欄には、え、寂しい、更新しなくていいから閉じないでほしい、悲しい、ずっと応援していますなど驚きと悲しみの声が殺到しました。インスタグラムの閉鎖の理由として、杉咲花さんは芝居により一層集中していきたい気持ちが強くなったと説明しています。とはいえ2016年から始めているインスタはフォロワー数96万人を超えており、作品の大きな宣伝ツールにもなっていただけにもったいない気はしますね。テレビ誌のライターは感想を述べています。その杉咲花さんは本当には嵐の松本潤主演の映画 99.9 刑事専門弁護士に出演することが決まっています。1916年と1918年に TBS 系ドラマ99.9 ですが、杉咲花さんは3は榮倉奈々さん、木村文乃さんに続く3代目ヒロインとして松本潤さんのパートナーに抜擢されました。今作では東大卒の聡明なアラサー若手弁護士という役どころです。23歳という実年齢からは少々無理があるようにも思えます。しかし杉咲花さんは木村拓哉さんと映画無限の住人やキング&プリンス平野紫耀さんとドラマ花のち晴れ花壇ネクストシーズンで共演していることから、ジャニーズサイドからの評価が高いようです。ジャニーズが主演するドラマの共演者は既婚者か地味系女優が必須と言われており、杉咲花さんはその条件にぴったり当てはまりますと芸能関係者は話しています。そんな杉咲花さんはジャニーズメンバーとの共演で苦い思いをした経験があります。花晴れに出演した際にはクランクアップで平野紫耀さんとハグしたことが話題となり、台本にないのにわざわざ抱き合うということはと交際を勘ぐるジャニーズファンが続出しました。杉咲花さんと平野紫耀さんとはドラマで共演して以降、仲良しやお似合いという声も寄せられ、熱愛疑惑も浮上していました。杉咲花さんと平野紫耀さんはあまりに仲良しすぎることから熱愛疑惑が浮上したようですが、本当に熱愛関係にあったのでしょうか。このような熱愛報道もジャニーズファンからは反発があったことは想像できますね。結論から言うと、あくまで仲良しやお似合いといった声が目立っていただけで、実際のところ2人に熱愛の事実があった可能性は低いようです。トークバラエティ番組に出演されましたが、特にドッキリに出演した際の2人に対する反響は大きくて話題になっていました。常に息の合った掛け合いをしていたため、お似合いだと感じる人も増えていき、熱愛疑惑にまで発展するきっかけとなったようです。また撮影後に杉咲花さんがインスタグラムにて平野紫耀からもらったパーカーを着た画像をアップし、以下のようなコメントを添えて投稿されていました。まだまだ寂しさは変わらず、私の胸の中、みんな元気かな、会いたいな、
このコメントを見た一部の人は、劇中の最終回で放った彼がいてくださるだけでみんな笑顔になりましたなどの発言も話題になり、やはりこの2人あるんじゃないと注目していたようです。この投稿は匂わせだと思わせるとして、杉咲花さんは激しいバッシングを受けています。杉咲花さんと平野翔さんは動画配信サービス Hulu の新イメージキャラクターに就任しています。2人は2018年に放送された連続ドラマ以来3年ぶりのタッグとなり、平野翔さんは白ウサギ、杉咲花さんは黒ウサギに変身、交通広告やオンライン、テレビ CM に登場するようです。 CM ではぴょんぴょん跳ねまくる平野翔さん、杉咲花さんによるウサギたちは、セリフでも語尾にぴょんをつけるなどキュートさが見どころです。平野翔さんはまさかウサギの着ぐるみをかぶるとは思っていなかったと驚きながらも、いざ撮影ではワンティク目から2人でどうする、どう飛ぶと試行錯誤しながらも息の合ったところを見せていました。とりわけ嵐ファンは共演女優への監視の目が厳しく、ちょっとしたことで目くじらを立て SNS に攻撃的な書き込みをして炎上騒ぎに発展させたこともしばしば。女性週刊誌の記者の意見ですが、杉咲花さんはジャニーズ御用達、女優の仲間入りをしそうなだけにジャニーズファンからの攻撃を警戒して SNS の閉鎖を決めたのかもしれません。今回の杉咲花さんの突然のインスタグラムの閉鎖は、今後ジャニーズのメンバーとの共演を踏まえ、前回の平野翔さんの時のようなジャニーズファンからの炎上騒ぎにならないようにとの思いからが一番の理由のようですね。 0.1% の炎上懸念も回避したことで、杉咲花さんは芝居に集中できそうですね。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。